アメリカ陸軍が開発中のロケット弾や迫撃砲弾を迎撃するための兵器群である。ロケット弾、砲弾、迫撃砲弾による攻撃を受けた場合に、これらを空中で迎撃する数種の兵器システムを指す。LPWS や NBSC ラムと名付けられた暫定的な兵器と EAPS、アイアンドーム、ABRAHAM、HEIT-SD などの2008年末段階で開発中のより本格的な兵器群がある。20世紀末からアメリカ軍はゲリラから攻撃を受ける非対称型の戦闘を強いられることが多くなり、そのうちの代表的な攻撃方法がロケット弾や迫撃砲弾による攻撃であった。米軍ではこういった攻撃を早期に探知して空中で迎撃、破壊する兵器システムが求められた。これら放物線を描いて飛来する敵弾を動く短時間の対処時間のうちに探知して空中で迎撃、破壊するには高度な技術的困難性が伴い、ミニミサイル防衛と呼べるものである。そこで、CRAM は新たな技術開発を必要としない現在手元に存在する技術によって暫定的な兵器を製作してみる方法と新規に技術開発を必要とする本格的な兵器を生み出す方法の2つを並行して行うことになった。APS では車両や艦船に直進してくる敵弾を迎撃するのに対して CRAM では放物線を描いて飛来する敵弾を迎撃する。BMD では、超遠距離から極めて高速で飛来する弾道ミサイルを迎撃するのに対して、CRAM では、比較的近距離からの中低速で飛来する砲弾を迎撃する。LPWS の概略図欄と、ベースドファランクスウェポンシステム、アメリカ陸軍では、CRAM の暫定的な兵器システムとして、LPWS を、ノースロップ・グラマン社と開発中であり、すでにイラクで試験運用が行われた。このシステムがイラクで敵弾の迎撃に成功したことを受けて、本格的な運用の検討を開始した。本兵器システムは、もともと1984年からアメリカ海軍の艦艇に搭載されている、レーダー照準式 20mm 対空機関砲、ファランクス近接防御システムを、アメリカ陸軍がノースロップ・グラマンと協力して地上車両搭載系を作り2005年夏から試験的に使用してきた。LPWS ではロケット弾や迫撃砲弾からの攻撃を受けたとき、直ちに着弾地点を予想して付近の将兵へ避難する時間を与え、また反撃を指示することができる。使用する弾薬は地上への付随被害を最小化するために艦載用の通常の 20mm マーク149モッド4アプズ弾に自爆機能が付加された M940MPTSD を使用している。イラクでの迎撃成功もそれほど優秀な成績であったかは疑問もある。米陸軍では CRAM の継続使用と普及のためにノースロップ・グラマン社と7100万米ドルの契約を結んだとされる。TPQ-36 大砲挟まレーダー、またはトレーラー車載のファランクス近接防御システムの上部ドーム内最上部の索敵レーダーにより、ロケット弾や迫撃砲弾の飛来を感知するファランクス近接防御システムの上半部を飛来物方向へ指向する上部ドーム内主要部の大型照準レーダーで飛来物を探知する目標砲弾の飛翔から未来位置を予測する車載の M61A1。6砲身 20mm バルカン機関砲を未来位置へ連続発射する。連続的に発射されたHEIT-SD 弾のいくつかが目標のロケット弾または迫撃砲弾に直撃、爆発することで敵弾を破壊する着弾地点の自軍への警報方法や反撃の指示方法については不明である。NBSC-RAM の LPWS と同様に他の暫定的な CRAM 兵器システムである。既存のスカイシールド対空機関砲システムをもとに製作されており、現在ではマンティス次期空間防護システムとも呼ばれるシステムである。EAPSの弾道修正弾1、前方飛散型破片弾頭2、削薬3、スラスター薬剤4、スラスター噴気口5、電子回路6、接続コネクター7、電池8、発射薬9、尾翼10、電爆薬11、ヒスガ12、薬莢13、弾、体14、弾体15、アンテナアメリカ軍は、82mm 迫撃砲弾などのラムに対する迎撃シミュレーションを行い、20から 75mm までの機関砲において、榴弾、鉄鋼弾、弾道修正の有無といった弾種の中で最も有効な組み合わせを、ブッシュマスター3、50mm 機関砲で弾道修正弾とした。この研究をもとに開発されているCRAM兵器が、EAPSである。弾道修正弾とは、弾丸に、アンテナ、電子回路、軌道修正用速報スラスターを持ち、射撃後、方向を離れた空中で、自身の軌道を修正する機能を持つ砲弾である。砲側の ATS レーダーが、敵の弾道と10発程度バースト射撃され、飛翔中の弾道修正弾の軌道を追跡し、射撃管制装置内での演算によって必要な、軌道修正を求めて、別のアンテナにより、空中の弾道修正弾へ電波で指令する。EAPSでの弾道修正弾は、さらに前方飛散型破片弾頭を、多摩対先端部に備えており、ATS レーダーでの敵味方の空中距離と速度を測定し、最適なタイミングでこの弾頭を起爆するように指令する。前方飛散型破片弾頭は前方に向けて、円錐型に、多数の破片を投射し、敵弾を撃破するもので、現在すでに実用化されている、メイフップ弾頭や、ロース MP 弾をもとに、デフラグ弾頭を開発中である。弾頭には、前方飛散型破片弾頭の他にも、鉄鋼弾頭型も考慮されている。この弾道修正弾は、当初は尾翼を備える形式のみであったが、フレアを備えた形式も検討されている。システムは、複数の敵弾に対して同時に誘導するよう求められており、50mm の弾丸内に高度なスラスター機能を組み込むなど、弾道修正弾の開発が最も技術的な困難が伴う。本システムの要求レベルは高い。2連装のブッシュマスター3機関砲と ATS レーダーを含むシステム全体を、装機車両である MLRS や装輪車両であるラブの車台上に搭載することが検討されている。アメリカ陸軍と ATK 社、エロテック社、テクノベーティブアプリケーションズ社などが開発を進めているが、開発途上であり、今後も長時間がかかると考えられている。最終的には、車載型とされる予定である。アイアンドームは、イスラエルのラファエル社が開発した、迎撃ミサイルシステムである。補足、追跡レーダーが敵のラムを検知して、BMC と呼ばれる射撃管制装置に知らせる。BMC は、それが自陣営に有害と判断すれば、垂直ミサイル発射機に迎撃ミサイルの発射を指令する。迎撃ミサイルは補足、追跡レーダーと BMC によって中間誘導され、最終段階では、自らのレーダーシーカーで目標を捉えて接近し、弾頭を起爆して目標を破壊する。ABRAHAMは、スウェーデン米システムズ AB 社が開発中の多用途なミサイルシステムである。最初は、地上での地点防空用と海上での股間防御用、そして対小集艇用のミサイルとして開発が始まり、これらに加えて迫撃砲弾の迎撃や、対地攻撃という用途も追加されたコンパクトな多用途ミサイルシステムである。6個のレーザー距離計を備える回転式のミサイルと捜索レーダーなどで構成され、15km までの空中目標探知と 3km までの迫撃砲弾の迎撃性能を予定している。ミサイル弾頭はタングステン弾子を前方へ打ち出す形式であり、起爆モードは長距離、短距離を持ち、爆豪と爆燃の選択も行える。開発の成否はまだわからない。進行中の英国のフレス装輪装甲車、開発計画にもABRAHAMの搭載が予定されている。主にテルのような BMD 用の迎撃兵器をラムにも広げようというものである。HEIT-SD を経て実用を目指すが、高エネルギーレーザーの発射装置本体での大きな課題はないが、コンパクトな電源装置のめどが立っていない。ABCDEFGHIJK ハイパー装輪装甲車ジャパンミリタリーレビュー2008年11月1日発行ミリタリーニュース軍事研究ジャパンミリタリーレビュー2008年2月号 P174 P181 ありがとうございます。